追ってきていないな。岩みたいなやつなのか。音が聞こえなくなった。襲ってくる様子はないようだけど。何が近づいてるのかわからないのも怖いし、ゆっくり近づいてみるか。できるだけ刺激しないように。あれ、いない。どこ行ったんだ。あ、草むらの中、草が避けてるとこがある。まるでそこに何かあるみたいな。見えないけど何かいるのか。さっきも似たようなことがあったような。急に見えるようになったような。ちょっと様子を見てみるか。全然見えないし、こんなところでゆっくりしてられない。確か、見えないものが見えるようになる前に何かを使った気がするんだけど、スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。よし、やってみよう。なんだ今の。一瞬だったけど、確かに何かいた。これなら見られるんだな。でも、また襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ埒が明かない。辺りをスマホで見てみるか。手がかりがあるかも。
うわ、なんだこの生き物は。変な生き物。喋ってる。うわ、こっち来るな。こんな生き物見たことないぞ。一体何なんだ。何なんだこいつは。こいつじゃない、僕コロモン。お前のことずっと待ってた。で、いいと思う。コロモン？お前って呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。そう、僕タクマのことずっと前から待っていたんだ。どうして。それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間の子供。初めて見るのにたくまに会えて嬉しい。だよそれ、意味わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。よーく聞けよ。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは大人ってことだ。たくま、さっき自分で子供って言ってたよ。それは違くて、とにかく子供じゃな。うるさい。いいからこっち来るな。待ってよタクマ。それなのに不思議なもんだな。夢じゃないよな。
らを襲った。そこにいたのか。この距離では逃げ切れない。舐められてたまるものか。見た感じ動きは鈍そうだし、油断さえしなければ。ちっ、わあ、なんか突進してきた。でまずい、また突進してくるつもりだ。やらせるもんか。たくまって頼もしいな。けど危ないか。衣、せめてお前だけでも逃げろ。そんな、たくまを置いて逃げる。だからそれはお互い様だって。あ、そっか。絶体絶命のピンチなのに笑いが出るなんて。
おかげでどうにか勝てた。コロモ、すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。タクマ違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？コロ、うん、コロモンだったけど今はアグ。よくわからないな。まずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのも、危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも、全部タクマのおかげだ。僕のおかげって何？そんなことない。なんだかわからないけど、タクマと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。タクマありがとうな。どういうことだよ、その姿になったこと。一体それってどうなってるんだ？さあ。そうだよな、お前に聞いた僕が間違ってたよ。照れるな。いや、今のは褒めてないからな。とにかく、こんな変な生き物見たらみんなびっくりするだろうな。みんな、そうだ、みんなを探さないと。みんな、僕の仲間のことだよ。いろいろあって、この近くの神社まで来ることになって、一度は全員集まったんだけど、土砂崩れに巻き込まれてみんなとはぐれたんだ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で、森の中、霧で霧？あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでさえここがどこかもわかんないのに、またあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。なあ、アグモン、さっきの石のあれ、お前の仲間なのか？仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でも。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲。僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？あいつら、ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも化け物はいるのか？いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、煙くじゃらないやつ、他にもいっぱい。はい、もちろんいいやつもいるし悪いやつもいる。どっちでもないやつもいる。いっぱいか。ちょっと頭く。
僕、頭打ってどうかしてるのかな。どうした、タクマ。これからどうしよう。あの岩の化け物にまさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰かまだこの近くに僕の仲間がいるかもしれない。化け物じゃないぞ、岩みたいなやつなら。そいつの名はゴツモン。それぞれ固有の名前がある。とにかく僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらにはぐれた仲間を探したい。アグモンも協力してくれるか。おう、僕はタクマ。分かった。ああ、今のは悲鳴。うん、人間の悲鳴だと思う。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。おお、やばい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 、なんなんだよあれ。なんで岩の化け物に追いかけられてんの俺。ミノルくん待って。私、葵さん。もう限界、走れない。そんなこと言っても追いつかれたらやばいんだよ。早く逃げなきゃ。葵さんも見たでしょ、あいつの突進食らったら怪我じゃ済まないって。でも私もう動けない。どこかに隠れて助けを待った方が。隠れるったって、神社の方にはあの岩の化け物がいるし、他の、あ、祠、あそこなら隠れられるかも。ほら葵さん、早く行こう。この音は。出た。くそ、やってやる、やってやるぞ。俺がこいつを何とかするから、葵さんは。ダメよミノルくん、危ないわ。相手が一匹なら、ヒーローに なれ。ダメ。そこまでだ。この子たちに近づかないで。ゲーム増えた。この狼藉者め、これ以上は俺が許さん。あなたのことは私が守ってあげる。お前たちもう大丈夫。こんな数無理だ。なんだミノル。今の声、間違いないミノルだ。ああ、
来るな。また怪物だ。またタクマ、近くにゴツモンの気配があるぞ。さっきの岩のやつか。そこのずっと奥、あの祠の方だな。よし急ごう。あ、待ってタクマ、ゴツモンの気配が今度はたくさんある。なんだって。それでもミノルを放ってはおけない。わかったタクマ。僕に来るな。おい、あれ、ミノルがゴツモンに。どうする、タクマ。だよな、さすがタク。ああ、友達のピンチをほっとけるものか。まず石の塊みたいなやつだから、真正面からぶつかっても危険だ。タイミングを見て。うわ、まずい、もう一匹洗う。せい。あ、お前は大丈夫か、ミノル。あいつ、あれはファルコモン。知ってる。あれ、だから言っただろう、俺は敵ではないと。う、疑って悪かったよ。助けて。承知、ミノルが助けを望むなら全力で応えよう。なるほど、あいつはどうやら味方らしいな。だからファルコモンは悪いやつって。もゴツモン相手じゃ相性が悪いかも。タクマ、加勢していいか。そうだな、ミノルを放っておけない。助けよ。俺が手伝おう。ベビーフレッシよし、俺が行こう。スクラッチスマッシュ。
俺が行こう。スクラッチスマッシュ。タクマ、ありがとう、助かったよ。こいつとばったり出会って、驚いて逃げたところに、さっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ。ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。いや、悪い悪い。すごいもんだな、ミノルのやつ。このい…タクマだって僕とすぐ仲良くなれたじゃん。すぐってわけじゃなかったよ。っておい、タクマ！なんだそいつ！それを聞きたいのは僕の方もだって。だが、どうやら敵じゃない。敵じゃないぞ。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。確かに。何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で葵さんたちや他の仲間も探してみよう。あ、ん？どうしたんだ、ミノル。いや、その…ごめん、俺、葵さんとは一緒にいたんだけど、さっきは慌てて一目散に逃げ出しちゃって、葵さんを…おい、葵さんを置いてったのか？無我夢中だったんだ。ごめん。まずいな。どっちの方向かわかるか？ゴツモン以外にも化け物はいるんだろう。多くはないが、いくつかいるのは感じるな。すぐに葵さんを探さなくちゃ。辺りにはいなさそうだし、別の場所に行ってみよう。行こう。タクマくん、ミノルくん。あ、今の声は。ミノルくんいた。タクマくんも。あ、葵さん。葵さんも無事だったんだね。よかった。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよかった。もうミノルくん、どこに行ってたのよ。勝手に行ったら心配するでしょ。悪い、ほんとごめん。今度はみっともない姿は見せないから。ヒーローみたいに颯爽と駆けつけて解決するか。またそうやってふざけて。もう心配させないでちょうだい。わけないでしょ、女の子を置き去りにして逃げるなんて。絶対許さないんだから。
あ、なんだこの生き物。アラテか。いや、でもそんな雰囲気じゃ。待て、二人とも落ち着け。あ、この子なら大丈夫、怖くないから。いや、今俺お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛みませんよ。だ、さっき怪物に襲われそうになった時にこのワンちゃんが守ってくれたの。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋る。葵さん、なんでそれを疑問に思ってないんだ。安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。あ、恐竜の赤ちゃん。僕アグマン。葵よろしく。そして俺がファルコモン。以後よろしく。よろしくお願いします。ねえ、あなたラブラモンって名前なの。そうだよ葵、これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。葵さん、はぐれてた間、何があったの。あの後、別の怪物が襲ってきたのをワンちゃん、いえ、ラブラモンが助けてくれたんだけど、そのせいでこの子、こんな大怪我しちゃったの。大丈夫大丈夫、こんな傷、大したことないから。もう心配しすぎよ葵。ダメよ、ちゃんと手当てしないと。救急箱が必要ね。それだよな。やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど、近くにあの神社があるってことは歩いて帰れる距離なのは間違いないよ。とにかく日が暮れるまでにはどうにか戻ろう。なあ、本当にここってさっきまでいたとこか。地形が全然違う気がするんだけど。え、そうなのか。さっき通ってきたトンネルへの道がどこにも見当たらないんだ。それにそもそもキャンプ前に聞いてた地形とは違うぜ。まるで全然別の場所みたいな感じ。それって大事。まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあアグモン、あとファルコモン、お前たちはこの辺りのことわかるか。わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。わかんない。木でできた2階建ての建物で、人間が暮らすもので。それだったら見たことある。本当か。うん、木でできた大きい建物と広い空き地があった。豪邸か、間違いない。どこにあるんだ。どこだっけ。おい、場所なら俺がわかる。案内しよう。ありがとう、お願いするよ。お、やっと見えてきたぜ。
ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。うわーい、あともう少しだ。ラブラも、足の怪我は大丈夫？心配してくれてありがとう。どうにかここまで戻ってこれたんだ。日が暮れる前に急いで行こう。それにしても変。お、どうしたの？ここまでの移動でスマホを何度か試してみたの。この辺り全てが通話可能エリアの外で、電話もネットも繋がらないわ。もう校舎の近くなのに。本当だ。 GPS やマップだけじゃなくコンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違ってあのトンネルを通…そういえばそうよね。 GPS が使えなかったから気づかなかったけど、別の道に入ったのかしら。だったら戻ってこれるのは変だって。それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくない？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。早く行きたい。気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく、日没までに帰ってこれた。ここがタクマたちの学校？いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習の宿泊施設として使ってるだけだけど。学校は学校か。タクマ、学校ってなんだ？こういう説明は後だ。今は治療しない。そうだった。ラブラモン、大丈夫か？大丈夫よ、これくらい。でも、あれ？いや、いないどころか、様子おかしくねえか？本当だ。なんでこんなボロボロに。もしかして俺たちが気絶してる間に群発地震のでかいのが来ちまったのか？ミノルも気絶してたのか？ああ、俺も葵さんもな。どうして、一体何？それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ。やめてよ、私まで怖くなっちゃう。落ち着けミノル、俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守…気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし。
通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。気にはなるけど今はラブラモンの手当てができればそれで。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。うっ、どうしたの。ちょっと痛むのか。しっかりしろ。ラブラモン大丈夫か。私、救急箱を探してくるわ。保健室にならそういうのあると思うから。まずは1階から探そう。
2階から声がしたけど、どこなんだ？ダクマ、こっち！ああ、間違いない。今日、行くぞ！これ何が起きてんの？リョウ君の前に大きなイモムシ？なんだあいつは。知らない。でも怒っているようには見えない。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？しゃべった。リョウ、とにかくアグモンも敵じゃないから。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子、タクマたちの仲間？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌な奴のままで安心しましたよ、リョウ先輩。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ。ここの化け物、幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物もこの先に。この先ってどこ？なんだよ。もしかしてこれってラップ音とか？あっちか？それとも ふざけんなよてめえ。リョウのやつ、ずいぶん怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあ、タクマ、あっちの方、写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが。ちょっと、ミノル君。待て、葵さん。何もわからない状況だから、試してみようよ。もう、こんな時にカメラか。何か映るかな。